ひろゆきさんが仕事をするときに面白そうだからという動機が多いイメージですが、YouTube 配信も楽しいからやってるんでしょうか割とお酒飲んで喋ってる時楽しいですね。あの、僕その、お酒を飲んで、そのなんかテンションが上がった状態で一人でいるのが無理な人なので、そういう意味でその、お酒を飲んで、あの、喋れる対象がいるっていうのはやりやすいと思ってますよ。